ラジオイレブン。はい、始まりました。屋敷社長です。佐山です。富光咲人です。はい、お願いします。お願いします。お願いします。ます瀬尾ん結構コメント欄で言われてましたよ。あの、前回。<laughs> な,な,なんて言われてました <laughs> あのねセオは逃げたみたいな <laughs> <laughs> 確かにトスの時は逃げとるみたいな言われてました逃げてるつもりはないんですけどね全然、ね、<laughs> まあまあ、まあ、本当にねあのちょっと予定が合わなくてっていうところですけど、はいすね、まああのトスの会議はねあんまり出ないっていうようなね <laughs> キャラを確立し始めましたね <laughs> まあまあけど愛のあるいじりなんじゃないですか。まあそうですね。ガチアンチではない。はいはい。何も言われないよりはマシ。うん。いや全然いいと思います確かにねなんかうんいないところで話題にしてくれるなんてね嬉しいですね。嬉しいですね。確かに。はい。次回はね出れるように頑張ります。はいはい。でですよ今日はねえまあ J. ツーの天皇さんがありましたね。はいはい。 はい、えー、新潟と京都の、ね、めちゃめちゃ注目の一戦僕らはねプレビューも撮ってめちゃめちゃ注目してたんですけどははははい、はい、はい、はいまあ、結果としてはね京都が 1−0 で勝つといううんはいで周囲交代ですよはは、うん、<ー>はいはい、はいすごいねこれ言ってましたもんねなんか京都は新潟に勝てるんじゃないかみたいなあ<ー>、うん、言ってた てたしあとやっぱその土曜日に琉球が負けたっていう、うん、そうだねに負けたっていうのでうん、うん、余計にやっぱ注目度も高かったっていうかもう、はい、一気にこのトップ3の順位が変わる可能性があったっていうのでうん、うん、まあほんまにすごい期待期待値が高いゲームでしたねはいで、はい、まあ僕ねあのフルタイムで見てめっちゃ面白かったんですよこの試合<ー>はいはいはい、はいまだね あのちゃんとは見れてないと思うんですけどでも嬉しいんじゃないですか京都出身の2人からしたら、まあ、出身というかね、うん、京都で育った2人からしたらどうですかせいお、まあ、君とかいやもうね、まあ、中田一造監督の時もこうグッと上位に、うん、上位とか首位、まあ、に立った時もありましたけどそれ以来のはいはい、はい、ああ。首位、ね、で今年こそはとはいはいうん サポーターは思ってるはずなんで。うん。いやー、うん、嬉しいですね。うん。なんか僕ね、あの、前、その、ラジエルのツイッターをこう見てたら、はい。なんか、いいねかなんかで流れてきたツイートで、はい。なんか、京都が優勝したら、優勝、昇格かなしたら結婚しますみたいな。へえ、ー。はい。なんか、夫婦、ね、そうそう、夫婦の方が言ってて、うん、うわなんかいいなと思って、京都昇格してほしいって、その時めっちゃ思って、<laughs> それからちょっとなんかその気持ちもあって京都はね結構頑張ってほしいなみたいな思ってるんですけど、うん、はいでまあ今日の試合をちょっと、はい、振り返っていきましょうかはいいやねめちゃめちゃ面白かったですよわ <laughs> かりました分かったんであの <laughs> 早く早く教えてほしいですらもう <laughs> それはもう分かってんもう, <laughs> もうええねんおもろいっていうのは <laughs> いや教えてほしいなはい,いねあのー まあ、なんでしょうね。めっちゃ拮抗してるんですよ、力が、この2チーム。うん、はいはい、うん、で、まあ、新潟も新潟でやりたいことをやる。京都も京都でやりたいことをやるっていうのをサッカーをして。うん。はい。うん。で、まあ、結果新潟が敗れたんですけど、はい、正直、実力差はもうほぼ同じぐらい。うんうんうん。うんうん、うん。っていう感じで、まあ、アルベルト監督も、 ツイッターかなんかで言ってたんですけど試合で負けることもあるみたいなそれはあの公平じゃない可能性もあるみたいな<う>、うん、ただリーグ戦の三十何試合やった後の結果は公平であるみたいなことを言っててああなるほどだから自分たちがやることを積み上げていけばおの、まあ、ずと結果ついてくるよっていうことを言っててうん、うん、はい、うん でまさにそれで本当に新潟も新潟らしくやっててうん、うん、まあ点こそ入らなくて負けてまあそこが力不足っていう見方もあるんですけど、はい、まあただ新潟も強かったしそれに勝って結果を手にした京都はそれより良かったんですよねああ<ー>、うん、なるほどはいでまあそうですね何から話そうかないあのー、そうだな まあ、超記事監督かなやっぱすごいのは、うん、はい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 、うん、なるほどいやー、まあ、まずね前からの守備が今日良くて京都、えー、うん新潟のビルドアップに対して前からガンガンはめていってまあ3トップでねあの外切りの守備しながら、はい、あの竹富選手と松田選手がうまくね前からはめていってボランチにもガツガツいって えーはい、あの新潟が切るしかないってシーンが結構多かったんですよええーうん、僕らもそれ予想してましたもんねそういう展開に京都は持ち込むんじゃないかみたいなまさにそれが出たんですねそうで前半とか結構そのシーンが多かったんですけど、はい、まあ前半の後半とか、まあ、後半になるにつれて新潟もやっぱうまくてポジション取りとか、はいうん、前向くシーンとかも何回かあったんですよ はいうん、でもそっからが京都のすごいところでその後の後再編成がめっちゃ早いんですよあ<ー>あの例えば本間選手に中央のくさびが入って前向いたとか、うんうん、高木義明選手がちょっとサイドに流れて前向いたとかの時もうん、うん、そっからファーストディフェンダーが戻ってで他の選手がガーって戻って4号5のライン作るっていうのはめっちゃ早いんですよ。 ーああなるほど、はいうん、崩れたと思ってもすぐ戻るんですね<う>ポジションが、うんうんうん、だ結果前進はされてるけど崩されないんですよねそれって、うん、ああなるほどやっぱ長喜寿監督のこう走るサッカーというかやっぱ前から行くとそこで崩されて疑似カウンター食らうみたいなチーム多いじゃないですかはい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 ただそれがないマジでないなるほど うんはい、それがまず1個すごいところですね全体の守備としてはうん、うん、確かに湘南時代からそこは、まあ、持ち味でしたもんね長期時間のね、うんはい、でまあね今湘南っていうねワードが出ましたけど、はい、あのやっぱねあ、ま <laughs> まあどういうところがすごいっすか、はい、あのね多分この試合であんまり注目されてないと思うんですよ目立ってないんですよあんまりはいはい、はいうん ただただ自分のねタスクをこなしてたって感じなんですけども守備のレベルがもう一人だけ高かったですねもうズバ抜けに。えー、どういうところがまあ前から行く守備もそうなんですけど、はい、引いて守る時の、まあ、スペースを潰す動きとか内側に絞って間くさび通させないで、うん、自分のマークに来たらもううプレスで寄せるとか。うううんんん なんかその辺のテキパキした守備というか、はい、いやちょっと彼はすごかったですね今日攻守にわたってなるほど,どうもう本当に J1 のチームにポンって入っても全然活躍できるというか。 普通に彼は J1 レベルだなっていうのを感じましたね今日一ついや確かにけそもそも J2 の選手じゃないんで J2 いんのおかしい選手でしょ確かにそうだねうんでまああの川崎選手がミドルを決めるっていうはいはいはいすごかったです彼は初ゴールらしいですよ J1J リーグであそうなんですねそうそうそうもう1番で うん、でなんかデビュー戦もあのビッグスワンで新潟アウェーで出たらしいです。へえー。はい、じゃあ新潟とはなんかそのあるんですね、なんか縁みたいなのが。あるかもしれない。で、やっぱ張喜寿監督もその川崎選手の守備はめっちゃ評価してたらしいんですよ、今までも。はいはい、はいうん。ボールダッシュとかが得意っていうのはずっと言ってて。うん、ただそれがもっと攻撃とか得点取ることに、 そう攻,撃取るこ攻撃、得点を取ることにもっとこう関心、興味があればもっとすごい選手になるみたいな言ってたらしくて、えーはい、お前はもっと点を取れって言われ,た言われてたらしいんですよ。へ、えーはいでそう、それで初めてゴールを取ってっていうところで、うんうん、なんか長喜監督もすごい期待してるみたいですね、ここからもそういう選手になっててほしいっていう。<ー> ポジションのの選手にそんななな点を取れって言わいいじゃないですかか、うん、普通の監督とかだから、うん、その辺でやっぱ見る目みたいなのもすごいある監督ですよねだってあれ遠藤航を育てたんでしょあの人はああ<ー>そうかそう、ね、確かになるほどなるほどいい選手になるんじゃないですか川崎選手も。 確かに杉岡選手とかもやっぱミドルすごいじゃないですかうん。だミドルシュート上手い選手育ててうまいかもしれないです、ね<笑><笑>うん。なるほど、うん、まあそのシュート意識とかもあるかもしれないですねうん、うん、植え付けるのとか,か,かそうですね確かにうん、うん、で,で川崎選手がインタビューで言ってたのはこう自分の出来次第でチームがいいか悪いかが決まってくるって言っててへえはい、えーはいうん、で その自分が中心でやるっていう意識を持ってやってますっていうのを言っててうん、うん、あすごいなと思って、うん、19歳ですごくないですか瀬尾君この選手いやもう頼もしすぎませんかそれうん、えー、すごいですね19歳で、ね、いやそれあの金曜テレビ見ててあのダウンタウンの松本さんが同じこと言ってましたよ <laughs> どういうこと俺ののでやっぱ番組の なんか盛り上がりが変わってくるみたいな言ってて<あー> <laughs> 同じこと言ってました <laughs> そうなの、ね <laughs> はい、確かにそりゃそうやなうん <laughs> すごいですえー、なるほどね <laughs> はい,はい,、はい、いやこの選手すごいいいなって今日思いましたねうん、うん、すごいですねはい、うんはい、でまあ2人がねちょっと収録前も言ってたんですけど福岡選手はベンチスタート今日 はい、だったんですよね、はい、で途中から出てきたんですけどこの選手も守備すごいっすね、うん、うんうんうんそうなんですよね,ね僕なんかこう攻撃センスが買われてる選手なのかなって思ってたんですけどおおはい、うん、守備すごいうまいんすねこの人そうですねいや,、うん、やっぱりまあ右サイドバックとかでも使われてたんでへえー、そうなんだ 球際もししっかり戦えますし、うん、こう危ないってところをこう埋める、うん、まあ聞き察知能力みたいなところも高くてはい,、はい、ういたら助かる選手って感じですね。で今日、武田選手も、ね、ずっと出てましたけど、はい、この選手も本当に喜尻監督にもう鍛えられてるなっていうようなプレースタイルで、はいはい、もうすごい守備が。 ガッツがあってめっちゃ走るし<ー>うんはいまあそれではね、えー、ちゃんとの時間ですね、はい、京都サポーターの皆さん聞いてってくださいリベンマオですどうぞ うんとにいい選手多いなって思いましたねでやっぱサンガの、えっと、ユースはいいんですかねうんまあけど関西のやっぱいい選手は、うん、まあ行くクラブがそのガンバセレッソヴィッセルサンガのどっかには集中するっていうのもあってまあっていうのもあるしあとまあまあスカウトの人とかそういうところで、まあ、かなりいい選手が。 元から集まってくるっていうのもあると思いますし、だけどその中で、やっぱ結構、まあ、以前にも話しましたけど、スペイン系ののちょっと導入したりとかっていうので、はいはい、まあ、トップチームとちょっと近いサッカーをユースでもしてたりすると思うんで、だからそこへスッとトップチームで入れるのかなっていうのは感じますね。うんなるほどね。うんはい、だってね、京都ユース出身の選手はめっちゃいますもんね。 そうですね、うん、生え抜きがいっぱい出てますけどねだってキーパーの若原選手とは今日めっちゃ良かったですよへえそうなんですね、うん、今日はもう本当に MVP ぐらいええーうん、あ。そんな大活躍やったんですねす、うん、もう安定感抜群すごくもうなんか信頼できるっていうようなキーパーでしたねもうハイボールも安定してるしうん、うん 危ういボールとかもしっかり弾くしはいはいめちゃめちゃいいキーパーですねいや、うん、確かに J2 やったらもうトップレベルですよねうん、うん、結構阿部選手、うん、新潟の阿部選手も注目されてるじゃないですかはい、うん、でもやっぱ今日だけ見たら若原選手がちょっとレベル1個上かなぐらいのえ、うん、あそうなんですね、うん、すごかったですねこんなうまいキーパーだったんだってちょっと 安倍選手もけど、すごい今日、なんかあの、小学校の赤白帽の赤の方みたいな、なんか、いつも以上に真っ赤っかな髪型でした赤白帽って。赤白帽かぶってんのかなって、一瞬思いましたけど、思ってたより赤いなっていう。あの白いゴムがこうついてるやつね。そうそう、体育とかでかぶる。めっちゃ赤いなぁと思ったんですけどね。ハイライト見て。 めっちゃ良かったですよ若原選手。ええー、あそうなんですね。うん、で、うん、ね浅田選手もそうだしユースだし、はい、ねうん、うん、えっとそうか川崎選手もそうか。うんうん、で福岡選手もそう。はい、すごいね。であれでしょヨルディバイスもそうでしょユースでしょ。<laughs> 京都さんがいいですね。<laughs> えー、どこがやねん <laughs> どこがやねん外,外部やねん、完全に。うん、バイスと、ね、歌がユースの同期でしょあ、うん、どこがやねん <laughs> <laughs> あんな育ってたら、ほんまにすごいユースやねん <laughs>。ちなみにバイスはあの<や>フェイエノールと出身らしいですね。あ、そうなの<ー>めちゃくちゃ名門、えー <laughs> <laughs> そ。そんな感じしないな。確かに。 えぇ、でし野原で育ってそうや、ね。<laughs> <laughs> えでも、バイスもね、すごい良かったですよ。なんかあの選手、ふらふら上がってって攻撃ばっかしてるイメージだったんですけど、はい、今日めっちゃなんか、もう堅実な守備をしてましたね。全然上がっていかない。いいあそうなんですか、ね。監督から言われてたんですかね。 ちょっと、ちょっと控えてくれみたいな。今日は頼むんで。うん。でもな、ちょいちょい上がってってもやっぱ川崎選手はカバーするんで、なんかもう全然問題なさそうな感じで。で、本当にバイスは縦パスめっちゃうまいし、あの、そう、球際強いし、カバー、カバーうまいですよね、あのプレースタイルで。そう、だから、うわ、いいなと思って。 うんはい、でちょっとね京都は本当にそのあのなんていうんですかねあのチームのスタイル攻撃的なスタイルと記事、はい、監督のまあなんていうんですか切り替えが早いだとか守備にガツガツいくみたいなスタイルが結構合ってるなと思ってへえーはい、そうそうそう結構ねいいなって見てて思いましたね うん、しかもまだ宮内選手とかも、まあ、なんで出てないか分かんないですけどいないかったりするじゃないですかその辺もまだ融合するって考えるとちょっとこのままもしかしたら、ねうん、1>, 1位でいくんじゃないかなっていうぐらいのい,いくと思いますよ結構す、ね、相手によって戦い方も変えれるし引き出しはすごい多そうですよね。なんたってね前線が本当に強いからねそ,のそれこそ松田選手と。はい 今日武富選手ね、復帰して出てきましたけど、はい、もうその辺は J1 レベルじゃないですか、そうですね、はい、中川選手もね途中から最後出てきたし、荒木選手も出てきました、荒木選手ね、今日途中から出てきて、はい、で最後のロスタイムのにまに、まあ、クロージングでまた変わったんですよ、出戻りで。やっぱ 選手としてはちょっと嫌じゃないですか、その変わり方。ああ、確かに。一回出たのに、また引っ込められるっていうのは、なんかね。今日あんまりやったんかなっていう感じしますよね。<laughs> うん、で、やっぱ、その、ね、ロスタイムにかわ変わえて、あの、うん、ま、時間稼ぐみたいな。とか、ちょっと流れ落ち着かせるみたいな戦術意図があったと思うんですよ、監督にね。はい。うん。で、それを、その、荒木選手帰ってきたときに、 すごい喋ってたんですよねコミュニケーション取って監督とで多分その時に戦術的に交代だよみたいなのしって、うん、で試合終わった後にもその,そのシーンがそのシーンっていうかその監督と喜者監督と荒木選手が喋ってるのが映されててそこでめっちゃコミュニケーション取ってるんですよ監督があ、はいはい、それがなんかすいいんかなって思ってあ確かにうん、うん だから何を喋ってるのか分かんないですけど、はい、そこでやっぱこうただただ戦術的交代だよって言うだけじゃなくてめっちゃコミュニケーション取るのがやっぱこ、うん、その、うん、いい監督なのかなっていうのはちょっと思いましたね。あなるほどまあだサッカー的なことだけじゃなくてそういうマネジメント的なはいそういうところができるっていうのがやっぱ今のチームの。 なんか根幹になってる感じはしますよねやっぱそうですねうんでまああとあのー、ね結構言い忘れてたんですけど、はい、あの飯田選手を注目選手で挙げてたじゃないですかあ<ー>、はい、確かに y o s h 社長言ってましたねそう本間選手とマッチアップしてどうなるかみたいなうん、うん、はいはい、うん、あのね勝ってましたね今日あそうなんですか <laughs> 勝ってたね、えー、うんでまあ本間選手も中央で こうサイドじゃなくて中央で受けてでカットインしていくときとかはうん、うん、割と飯田選手がファールで止めたりみたいなのがあって、はい、その辺は本間選手が若干勝ってたんですけど、うん、あのサイドの深い位置に入ってたところだとやっぱ飯田選手は抜けてなかったですね。へえそうなんですね。うん、守備でもしっかり攻撃のイメージありましたけど、うん、守備でもしっかり守る。だか トップの左ウインカーだと思うんですけど、うん、そこを抑えれるぐらいの守備力あるってことですよね。なんかめっっちゃびっくりしまししたね、えーうん、しかもやっぱサイドで本間選手になった時にと1対1になった時にすぐサポートに来るんですよね松田選手とか。はい。だそれもやっぱ本間選手にプレッシャーかかってて、うん、でやりやすくなってたと思うんですけど、はい、うん。 の決まり事とかもあるし、はい、うん、その飯田選手個人の質みたいなところもやっぱすごいなって思いましたねすごい成長してますね、はい、飯田選手は、うん、いやー、うん、すごいなエスパルスの時はあんな守備うまくなかったですよ <laughs> 本当に <laughs> いやいやいいね最後ディスランド、ね、<laughs> ぶ,ぶち抜かれてましたエスパルスの時は <laughs> い,やいや別にそんな <laughs> めっちゃすごい成長してますよ本当にああいいですねはいうん いや、本当に京都ね、面白かったっすよ。逆に新潟はどうやったんですか。新潟はね、だから、最初言ってた通り、良かったんですよ。別に。うん。で。あのー。今日鈴木選手スタメンで、右が水戸選手っていう。ね。はい、途中から出てくるのが多かった選手なんですけど。はい。うん、その選手使って。で。まあ。攻撃に関しては、本当に今までと同じ。うん。うん、しっかり高選手使って。 中あの下からつないでっていうところでやってたんですけど、はい、やっぱりこう京都の守備に苦しんで,、うんうん、でコウ選手は意外と前向けるシーン多かったんですけどやっぱ島田選手がやっぱ捕まるシーンが何回かあって、うん、その失うとかじゃないんですけどやっぱ窮屈だなって感じるシーンが多かったですかね。うん、あップで 前向くシーンとかシュートも結構け打ててたんですけど、はいうん、やっぱそこで決めきれないっていうのが、まあ、課題強いチームに勝てないってなるとやっぱね、うん、今後十番で戦っていく上でもううん厳しいと思うんでその、うん、なんですかねチームの総合力というか、はいうん、結局交代も5枚使えないんですよね新潟って。えー、はえ、い、はい。うん やっぱスタメンで出てる選手の方がやっぱいいっていう判断になってしまってると思うんですよ。うん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 。うん、やっぱ交代5枚使えるぐらいのそのチームの総合力とか、はいうん、あと谷口選手の右サイドとかはちょっとあんまりかなっていう<あ> <laughs> 正直<笑><笑>確かに前説も出てましたけど、ね、うんって感じでしたもんね、うん、なんかあんまりよ,よ,よさが生かしきれてないなっていう感じなんでうん。 なんか思い切って、あそこは鈴木選手とね、あの、競らせていいかなって思いましたね。ああ<ー>、うん、なるほど。けど、次、来週、琉球じゃなかったですか。確か新潟相手。そう、そろそろ。やる。確かそうですね。はいはい、なんかさそろそろでしたね。うん、たその辺で、今二連敗中。なんで、新潟は。うん、ちょっと立て直さないと。なかなか厳しくなってくると思うんでそうですね。その辺立て直してほしいですね。うん。 まあでもやっぱりねやることは変えないと思うしうんやっぱうまいんで新潟は本当に全身がうまいしシュートまでいけるんでそうですねなんかこうなんかずるずるいくっていう気はしないですね特にうんじゃあ大丈夫ですね全然はい1点取れば勝てると思います普通に本間選手とか高木選手は超うまいですもんねうんうん そうっすねまあそんな感じっすかね今日ははいはいはいエンディングですいやーなんか久々にこう自分の応援してるチームじゃないチームの試合でこんな面白いって思いしたの見ましたねへ、うん、えー、あそんなレベルなんやはい、はい、いやいいですねうんなんかね両チームとも本当に 本当に拮抗してたんですよね、力が。結構、新潟のサポーターはナイブにはなってると思うんですけど、2>, うん、2連敗で、うん。まあまあまあ。うんまあ、そんなのはね、僕ら、ね、ガンバとエスパルスに比べれば。まあね、まあね。京都のねスパはやっぱ守備とか良かったんじゃないですか、やっぱ。うん、よかったですよ。 そ京都あ福岡選手守備良かったみたいな話してましたけど前も言ったんですけど福岡選手って僕の友達の友達なんですよあ言ってましたね、はい、<laughs> 友達の友達で友達があの向井っていうやつなんですけど向井の友達なんですよ福岡選手が。け、はい、向井は野球してて、あのー、<う>キャッチャーやってたんですよ 向かいはい、はい、向井キャッチャーやっててやっぱその守備が得意やったんで、まあ、その辺でやっぱ福岡選手も守備が得意やったんかなっていうのは感じますねもう振りが長いねちょっと <laughs> ガチダメだし <laughs> ガチダメだし <laughs> 振りが長いのこのこの話いつしよっかなって20分考えてました <laughs> <laughs> ダ,ダメでしたか <laughs> まあまあまあ まあはいはいまあエンエンディングで良かったです。エンディング適当に喋れるところで良かったです。あの序盤とかはちょっとしんどかったですね。うんだいぶ視聴者離れてたかもしれないです。はいまあまあ今日はねそんなところにしましょうか。はいはい皆さんチャンネル登録お願いします。お願いします。ここまでのお相手はよしき社長と瀬尾。 内人でお送りしましまたバイバイ。